砂森です。さあ砂森仕掛けて、今かなりこう沼津の選手がゴール前に迫力を持って入っていきましたが、さあ砂森ドリブルから細かく出して青木中に出て決まりました。沼津2点目になります。決めたのは太田でしょうか。沼津が2点目を奪いました。砂森が仕掛けてこの裏に入った青木が折り返して、そうです。ああこれはどちらでしょうか。太田でしょうか。もしかすると YS 横浜の選手に当たってのゴールでしょうか。ただね。